久保さん今回発見の初にしましまょうか前ね、あの、お客さんの中で、町内会、まあ、町内会というか、町で、あのスマホセミナー、スマホ、まあ、LINE の使い方とか、まあ、スマホ講座セミナーですね、スマホの使い方講座をおじいちゃんおばあちゃんに教えて20万稼いでた人がいるんですけど。 まあ、久保さんが言う通りね、あの、どこでやるかによって、その、自分のやってきたことっていうのが、価値が、価値がすごく出て、まあ、お金を払ってでも習いたいとかね。うん。だからなんか、まあ、じゃあ、例えばね、女子高生、女子高生に、じゃあ、ツイッターのやり方を教えるよって言っても、ね、ええみたいな。え、逆に知らないのみたいな。ツイッター知らないのみたいな。<laughs> でも、 70歳の人にね、ツイッターのやり方を教えますよってさ、あぜひ教えてくれお、ちょっとツイッターやりたかったんだよみたいなね。そう。でこのあの今日ね、あの85歳ユーチューバーっていうねドキュメンタリー番組を見まして、85歳、85歳、85歳ユーチューバーそう。これ日テレニュースの、日テレニュースのなんかあの特集つたがあったんですよ。 で、えー、これかな違うな。なんか今、なんか10万人近くいるんですよ。あ、でもこれ、ふ、ふじの日常っていうのもあるな。ふ子の日常じゃないな。こう、ふ子の日常か。なんかね、見たんですけど。これチャンネル名なんだなんかね、孫が撮ってんすよ。おばあちゃんのやつを。 チャンネル名どれだチャンネル名。ちょっとチャンネルあ、これか。あ、おばあちゃんチャンネル。8.39万人。ちょっと調べていいですか。おばあちゃんチャンネル。おばあちゃんチャンネル。あ、いた。登録者 8, 8万人ですね。登録者8万人。<laughs> はい、はい。久保さん、あの、うんと、 今、今、現行で87歳になったらしいですね。はい、で、一番回してるのが、この、おばあちゃんが一番回してるのが、189万回、85歳の部屋を紹介です <laughs>。タイトルが、部屋紹介、衝撃、古い団地に一人プラス85歳のおばあちゃんの、なんちゃら、これ、189万回回してますよ。85歳。85歳の部屋。あの、85歳の団地の部屋です。 なんだろうな、高級住宅街とかじゃなくて団地です <laughs>。それの、あの、孫がね、その部屋をこう撮ってるっていう <laughs>。これが180万回っていう。なんかこれがバズったらしいですね。僕が今日見たのは、その日テレ,ニュ日テレの,その特集の、その、まあどういういきさでチャンネル作ったのかとか。うん、そう。すごくないですかいや、だから僕ね、これ見たときに、 まあまあ今もちょっと調べたら、まあおばあちゃん、おじいちゃんおばあちゃんの YouTube ってあるんですよ。この、この人以外にもやっぱ。で、まあ久保さんと僕って多分おじいちゃんおばあちゃんになっても続けるじゃないですか。続けますよね。多分80、まあ生きてればね、80歳でも余裕で YouTube はやって,てんですよ。<laughs> ね。<laughs> で、あの、なんか80歳の人、まあ年齢がね、やっぱ、やっぱね、情報を取るときって、 やっぱり、まあ、一般的にはですよ一般的には例えば、久保さんが毎日小学生と話すのかって、まあ、自分の息子だったらそれはあれなんだけどもじゃあ久保さんが毎日小学生と話すかっていう、ね、久保さんが毎日やってるライブ放送に小学生が来るかっていうと来ないんですよで久保さんもやっぱ話す年代っていうのはやっぱ近い人が多いんですよねてか近い人の話をやっぱ聞くんですよ、まあ、小学生はやっぱ小学生の友達だし っていう話で例えば、じゃあ、80歳の発信を見る人って、やっぱその年代の人が多いんですよね。80歳のチャンネルを、まあ、そのアナ,リティクアナリティクス見てないですけども、その人のね、このおばあちゃんチャンネルのアナリティクスみたいないんで分かんないですけど、多分割合的には、ここに近い70歳とか60歳とか、この付近がアナリティクスで見てる人が多いと思うんですね。で、じゃあ、あれじゃないですか。私と同じように YouTube 始めてみませんかと。 老後、いいですよ、みたいな。あの、なんだ、ね、お小遣いもちょっとかもらえるし、しかも、あの、そんなになんだ、うん、実は大変じゃないんですよ、と。一緒に始めてみませんかって。お、あの、おじいちゃん YouTube サロンみたいなね。<laughs> そう。<laughs> で、おば、おじいちゃん YouTube サロンみたいなの始めて、まあ、みんな年金もらってる人、まあ、まあ、いるとは思うんで、その年金の、 300円もらうとかね <laughs> まああのおじいちゃんとかおばあちゃん安定収入ありますからねそれのサブスク300円のぐらいもらっていくっていう <laughs> ビジネスですね <laughs> でそのサロンで YouTube でねメンバーシップありますのでまあその90円90円とかもあるかなまあその痛手がないようにねじゃあ90円で YouTube 教えますみたいなねこれ結構バズるんじゃないかなかすか9月額90円で YouTube のやり方を教えます あの年金で大変だと思うんででも90円ぐらいだったらまあ大丈夫かなっていうもしよかったら入ってみませんかみたいな <laughs> でそ,それでこれまあこのおばあちゃんチャンネル8.6万人いるわけですよで仮に90円まあまあその手数料をちょっと抜きますねじゃ100円を1万人にもらったらいくらだ100円まあこのおばあちゃんチャンネル8.6万人いるんですけど多分まあ 60歳とか70歳って1万人なんか余裕で、少子高齢化じゃないですか、そんな高齢化の方が多いんで、1万人僕100円取れると思うんですねそこ。そこまで育ってればね。じゃあ100円 ×1 万人。1一十百1、万0 10 100、1000、10万。はい。100円を1万人取ると100万円になります <laughs>。どうですか これビジネスモデル久保さんよくないですかおじ僕と久保さんおじいちゃんなんか奥お,お,おじいちゃんおじいちゃん合宿みたいな感じかんないですけど <laughs> で参加料100円ですよ100円で1万人から課金するっていうで100万円チャージするっていうこれで僕ねいけると思いますけどねうんそう だからね年取ったら年取ったで僕ねなんかチャンスあるなって思いましたよねだから今日見て年取っても年も取ったら逆に稼げんなみたいな <laughs> そうだってそのなんだろうな年取ってるからっていうだけでね崇拝されるわけじゃないですかそのおばあちゃんだけでやってるおじいちゃんだけでやってるだけでそのすごいですね YouTube やってその年でっていうとこで崇拝されるわけじゃないですかこれめっちゃ簡単だなと思って <laughs>。 こんな簡単なことねえなっていう。だから久保さんと僕なんか本当に80でも90でもできません多分。余裕なんて多分 <laughs> だ。たたもう歌い文句もできるじゃないですか。YouTube 歴30年が教える。YouTube 歴40年ですみたいな。だって久保さんが80になったら、YouTube 歴今40年歌いますよね。YouTube やり続けて40年ですと。 久保さんが80歳になったら YouTube おじいちゃんが始める YouTube 塾みたいなね100円ですみたいな <laughs> 40年後楽しみですね40年後また100万貸すでそれで今度何やるかっていうとまあ老後100万あっても別にそんな使わないじゃないですかなんでそのそれをあのなんか寄付するみたいなね今までちょっと寄付っていうのはできなかったからまあ今度死ぬ前にね あのなんか若い世代にね、なんかやるみたいな、そういう企画でどんどん取ってって、それも多分バズちょっとバズってくれると思うんで、じゃあ今月はこのメンバーシップでいただいたお金をここにあの寄付しますみたいな。バーンみたいなね。今月はここに寄付します。バーンみたいな。おじいちゃんが行く寄付の旅みたいなね。今日はメンバーシップで上がったお金をこちらに寄付させていただきますみたいなね。 こは面白くないですかだからねその、まあ、場所を変えるというかなんか、まあ、そういう発想があると別にいい今のねあのモチベーションでもた戦えるというか。 要はその若い,モチ若い人たちが戦ってるモチベーションでいったら無理かもしれないですけど、おじいちゃん、おばあちゃんのところで教えるというモチそそこで、そこで戦うんだったら、別にやる気もくさも、なんかモチベーションっていうか、まあし、丁寧に教えればいいだけですから。うん。そう、だからまあ場所を変えるって結構大事かなと思いますね。うん。そう。な感じかな。この、まあ、よかったら、このおばあちゃん、 エアトゥーおばあちゃんチャンネルおばあちゃんチャンネルで検索すると出てきますけど今8.8.65万人ですだからもうちょっとで10万人これ1ヶ月前にアップした焼き,焼きそば86歳団地1人暮らしの日常焼きそばです <laughs> これ1ヶ月前にアップロードしてる86歳団地1人暮らしの日常焼きそば これ26万回回してますね。86歳団地一人暮らしの日常、鍋つかみ、メカブズ、メカブス、<laughs> 22万回です。すごいですね。すごいないですか、これ。こんなんいくらでもできそうですね、僕と久保さんだったら。しかもね、動画本数がこれね、 1>, 1本、2本、3本、4本、5、1、2、3、4、5、6、7、10、15、60本ぐらいですね。まだ100本いってないです。そう、60本ぐらいで八万、8.6万人ですね。 多分僕と久保さんってすごいですよね。多分、あと40年くらい YouTube 続けたら、まあ、本当にまあ何十万本っていうアップロードになるし、YouTube の動画を続けて何十万本アップして、なおかつ40年やってますっていう、その名刺ってすごくないですか <laughs> いや、ちょっとなんか、ロゴ楽しみになってきましたね。1人当たり100円取っても、これだけ数いれば多分、1万人くらい課金できるかもしれないじゃないですか。うん まあ1万人じゃなくても5000人ね100円課金できたらそれでもまあ50万ですか、うん、まあ100円じゃなくて200円にすれば50 500人でも100万になりますし <laughs> そうだ今僕サブスクで390円やってますけどまあ390円にしても3級価格でね390、まあ、円でも年金ににどうなんですかねまあ負担にはなんないと思うんですけど、ね、390円取られると、まあ、生きていけませんっていう お金ではないと思うんですよ年金多分10万16万とか13万ぐらいは入ってると思うんでそう年金搾取ビジネスです <laughs> <laughs> いやでもねあれだと思うんですよね僕思うんですけど生きがいがやっぱ年取ると多分なんか生きがいが欲しいと思うんですよだから一緒に YouTube やってみましょうっていうコミュニティはすごく僕はいいと思いますあとは何だろうないろんな側面でアプローチできるじゃないですか何だろうな あのなんかボケ防止とかね絶対ボケ防止になるじゃないですか久保さんと僕ってボケようがないと思うんですよねずっと喋ってるから多分ねボケないと思うんですよさんまさんもボケないと思うんですよねまあなんかなまあ秒わかんないですけどねでも確率的にはやっぱ僕は肌感覚なんですけどやっぱずっと喋ってるんでそれをずっと続けてればな脳の回転も速いし なだからそれが僕,僕もね80歳になってもこう流ちにブワーッて喋ってればまあそれは実証されるだろうしなんで僕が80歳になってもこうピンピンしてこう喋ってんのかっていうそれは YouTube でやってきたこ健康にもいいんですよみたいなで自宅にできるし自宅でできるしお金もかかんないしでしかもお小遣いももらえたりするしこうめちゃくちゃいいですよみたいなね <laughs> 健康,健康で YouTube 始めてみませんかみたいなね。健康のためにっていう。で、あとは多分、多分ですよ。もう80ぐらいになってくると、顔出しがどうのこうのっていう年来じゃないですよ、もう。もうどうでもいいというか、なんかそういうのないじゃないですか。ね土佐、もうすぐ、もうちょっと死ぬわけだから、いや、顔出しが恥ずかしくてとか、多分ね、あんまなくなってくんじゃないかなっていう、そのおじいちゃんおばあちゃんになってきたらね。だから多分逆に言うと、おじいちゃんおばあちゃんの方が、 始めやすいいいんじゃないかなかっていうもうなんか恥ずかしいとかクソもないじゃないですか多分あんまないと思うんですよねうん <laughs> 多分ねその若い時の顔出ししたらどうのこうのっていう気持ちは80歳になってあるのかっていう多分あんまないと僕は思いますけどね、うん、どんだけナルシストやねんみたいなどんだけナルシストなんやねんみたいな話ですよね いやちょっと恥ずかしいですみたいなね80歳になってうんそう多分まあだから結構いいかあのなんだおななんか若,若いね人から教わるより40年 YouTube やっててなんかね同じ年代から教われるんだったら僕はそっち選ぶと思いますけどね あやっぱね、ほんとね、今はね、勝てますよ、マジで。マジで、僕はあの、老後が楽しみになってきましたよね、これ。あ、マジかみたいなね。老後が楽しみになりましたね。<laughs> まあ、そうは言うてもみんなやんないじゃないですか。だから、40年後もやってる人はやっぱ一部だと思うんで。40年後で80歳になっても YouTube やってる人は多分、まあ、ごくわずかだと思いますからね。